相手の好みを当てるゲームなんですけども、はいはい、3位ミニスカポリス、おシャイナドレスわ残念僕は2位マジックミラーなんですよね。続いていきましょう、はい、こちらです。大石正義、家に100匹いたら嫌な虫、ゴキブリ、ハチ、ムカデ、ガ、カメムシ、カ、クモ。クモ全部嫌ですけど。続くねこれ。はい、じゃあこれ1位、はい、2位、3位、あそんなサクサク決める。4位、5位、6位、7位。じゃあ決めました、大石さんが。はい、決めました。じゃあ4位を言えます。上げてください。4位ドン、ガ。あー4位っぽいガもうガしかいないでしょ。4位、4位は不動のガですよ、うんうん、じゃあ僕もう早速質問していいですか。はいどうぞ。これやっぱり、うん、いくら人間がね、まあ、虫嫌いって多いですよ、うんうん、ただ1匹だけ圧倒的に生命を脅かすやつがいるんですよ。そう、それはだってもうそんなもんはさ、確かに生理的な部分というよりもね違うじゃないですか。なるほど。なんで、うん、それは上位に来てないと、うん、いや来てるんですよ、はい、ね、来てるね、もう正直来てますよね。来てます。なんでもう1位、これもう質問いらない、はい、1位8ってことは3、雷マーク、はい、8いきます、はい、せーの、だ全然違います。ムカデムカデも生命脅かすでしょ。ムカデ1位なんで、なんでなんでなんで、いや危ないっしょ。あ、そういう意味で。そう、うわー、2択だったか。じゃあいいっすよ、じゃあ、うんうん、1位ムカデ納得しました、はい、言ってね、ね、うん、ムカデも確かに危ないっすよ、うん、ただ見てください、うん、スズメバチですよこれ、ただの蜂じゃなくて。まあ蜂と書いてるけど確かに大きさで言うとスズメバチですね。2、3センチありますよ、うん、想像してくださいおじさん、はい、一番1、2、3、4、5、6匹いて、はい、クモいた、うわクモだじゃないですか、うん、蚊いた、まあ叩くだけじゃないですか、うん、もう蚊最下位だなこいつは。でカメムシは臭い、でもティッシュでぽいじゃないですか、うん、なるほど。ガもなんかもう汚いな、うん、ゴキブリはゴキブリシューじゃないですか。わかります。蜂来たら業者ですからね。やばいっす、やばいっす。普通に考えて絶対にこれは上位じゃないと、大石さんのリスクマネジメント、もう俺マネージャー怒ります、うん、いや大石さんちょっとおかしいっすよって。蜂目の前にして何もできないにしないと俺おかしい。2、8、はい、いきます、はい、せーの。じゃあなんでよ、かなんてパチンっていやおかしいでしょ蜂を、なんで蜂恐れてないの。ちゃんと決めましたこれ。決めた決めた。なんでカニなんすか。いやカも危ないよ。危なくないでしょ。カも危ない。100匹一晩いたらもうやばいって。海外の話ですよこれ、カが危ないのって。いろいろね、あの病気になったりとかするじゃないですか、ね、伝染病とかも。確かに。でもいやこれちょっと衝撃だな。まあでもね、全部の生物の中で一番人間殺してるのは蚊ですからね、うん、ああそっか、70億人ぐらい殺してるらしいですよ。そうなんだ。トータルで。なんでどんなマネージャーしてるの。今すげえ、ごめん適当に言ったかったでもすげえ殺してる。へー。2位はちなみに人間でした。悲しいニュースですけど3位はいやここわかった。大井さんは意外とあれだわ、うん、やっぱり平和ボケしてる。何3位ゴキブリだわ絶対。最後だって8位1位に来てないってことは、うん、そんなに言って動物に殺されるっていう概念がない。あちょっとあ怖い、ムカデが気持ち悪い、かちょっと煩わしい。3位絶対ゴキブリ、はい、いきます、はい、絶対当てる、はい、いきます。せーの、20番ね、せーの、はい、8。だったら8怖くないでしょ。ここで8、3位まで来たら8、3位の怖さですか。8です。で俺でも4、5、6、7位は結構当たると思います。あ、ガも開いてるんだよね。ガも開いてる、そうだね。でカメムシ、クモ、クモ、ゴキブリ、ゴキブリ、絶対的な最下位がいます、はい、俺この生物がいてもなんなら大石さん、うん、これが家にいても多分、うん、ほっとくでしょ、うん、あーどうだろう、ね、最下位、最下位の話。7位、俺ちなみに実家行ったら、うん、ほっとく、ほっとくし飼ってます。なんなら、あ守り神やなぐらいの。あ、ね、でしょ。もうでも7位は絶対クモ。男の子であんまりクモ嫌いな人いない、はいはい、スパイダーマンと主人公にすらなってる。なるほど。これもう本当に多分大石さん大炎上しますよクモ、うん、あのあれだったらスパイダーマンに多分訴えられますよ。そう、ね、マーブル敵に回すことになりますからね。マーベルか、マーベル俺が怒られる。マ
マーブルマーブルでチョコレート、チョコレー トごめんなさい、今のところじゃ俺が怒られちゃう。これ入れていく、まあいろいろありましたけど、もう7位クモ、7位クモ、クモは怖くない、はい、開けましょう、せーの、はい、ゴキブリゴキブリ怖くないの大石さん。いやだって100匹いたら嫌な虫でしょ。1匹出たら100匹いる世界ですよ、ゴキブリは。もうだから常識的にいると思うんですよ。あ、なるほどね、うん、慣れてると。そう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 、慣れてるっていうか、まあ道にもいたりしますもんね。逆に言うと100匹いるって言われてるにもかかわらず結構お見かけしないじゃないですか。いやでもさ、そんなこと言ったら8、100匹いたらもう4秒ぐらいで殺されますよ。いやそんなことない、チュンチュンぐらいで。そんなことない、そんなことない。まあでもこの3つは危ないけどね。ゴキブリは日常的にいるかなと思って、まあ、まあ7位にしました。やばいな、うん、まあでもそんなこと言ったら絶対クモ、あ、6位クモで5位カメムシですよ、うん、じゃあ6位からいきます、はい、せーの、あ、クモね、クモ、せーの、はい、クモ、おっしゃクモで、カメムシ、おめでとうございます。おっしゃ2ポイント獲得。まあまあまあ、これはちょっと難しかったですね。さあ、続いてのテーマですけども、うん、続いてのテーマ、うん、じゅんちゃんです。はい、やられたくない SM プレー。あー、金箔、ろうそく攻め、吊るし、鞭打ち、豚鼻攻め、体に落書き、首輪をつけてお散歩、うん、やられたくない、やられたくない。ということで、やりたいやつは7位ってことですよね。お、僕正直あの普通にこういうお店行くんで、これさ、はい、やりたかったら7位、やられたくないってことはそうでしょ。うん、純ちゃんそもそもサディストなの、それともマゾヒスト。極度のマゾヒストですね、僕。あ、そうか、はい、じゃあもうあ、なんなら多分この7個のうち僕5個ぐらいはやったことありますそうなの、はい、結構だね。やられたくないでしょ、やられたくない、これだけは。これはね、一番やられたい、あ、やられたい、やられたい、これだ7位、やられたい、うん、で、こっちがやられたくない、うん、なるほど。2番目にやられたい、これ楽しみだな。うわー、迷うなこれ。これ、おじさん分かんないよ、多分。俺、多分分かんないけど、3番目にやられたい、これ1個も当たんないと思うわ俺。でも正直に答えてますからねめっちゃ真剣だもんね、だって、うん、うわー、悩む、これ。いや、ごめんね、あのね、一番時間かけるのよ巻いてくれって言われてるのね。はい、OK、 じゃあ、4位発表しましょうか。はい、4位は一旦こちらです、はい、じゃん、ムチ打ち。あー、ムチ打ち4位なんだ。はい、へえ、結構正直もっと、うん、この やられてもよかった。結構ハードですよ、ね、そう。でもそんな血が出るほどは嫌ですけど。ああ、なるほどね、はい、そうか。で、一番やられたい、やられたいのはこっちですよ。なるほど、やられたくないエセンプレーの第7位ですから、うんうん、一番やられたい。これ当てたらすごい。俺でも正直に答えました。俺これがムチ打ち、あ、これがこの辺かと思ってさ。まあ人により言いますよね、好みはね。下げすまされたいの、下げすまされたい。まあそうですよね、 SM ですから。いや全然分からへん、これマジで難しいと思う。でも本当に気持ちに素直に答えました、僕。じゃあその体に負担があるものがここに来てるわけじゃない、うん、4位に、うん、だからこの近辺にろうそく攻めとかが来るはずなんで。ああ、なるほど、痛みを感じるわけじゃん。はい、で3位ろうそく攻め、やられたくない3位、やられたくない。3位からいきますか。はい、3位からいく、開けちゃいますよ。いいっすよ、せーの、はい、じゃん、金箔。まあでも体に負担系ですよね、思いっきり。なるほど、でもまあまあそうかな。お、じゃあ、ああもうちょっと上でもよかったかなまあまあでもまあそうっすね。あ、じゃあ分かった、1位、1位っていうか7位、7位、はい、やられたやつ、はい、いきます、はい、首輪をつけてお散歩、いきます、はい、せーの、正解ですこれはね、いいんですよこれはね、そうね、俺の全てをね、めちゃくちゃにしてほしい。なるほど、ここから血が出るぐらい、うん、なるほど、もう首輪を、近づくところでもう首輪をつけてお散歩ね。もう俺の全てをもうぶち壊してほしい。 OK、 いきます、はい、6位、6位、やられたやつ、うん、体に落書き。あー、なるほど、いいっすか、体の落書きで、はい、はい、正解ですもうめちゃくちゃにしてほしい。よくわかるね、大石さん。はい、いきます、いきます、いきます。すごくない、これ当てんのすごくない。次にやられたいもの、はい、いきます、豚鼻攻め。あ、なるほど、うん、いきますよ、5位です、はい、5位、やられたいもの、はい、違います。うん、違うんだ、ろうそく攻め。だからすごい、ここだ、すごい。そうだから、その体にダメージ系は並んでるんですよ。なるほど、
そっか、じゃあ上位がロウソク攻めか、あ、豚バラ攻めか、つるし。分かった、もう分かりました。なんすか。1位つるし、2位豚バラ攻め。なるほど、これでいきましょう。いいっすか。1位つるし、じゃあ1位にこの二重丸が来てるはず、うん、はい、じゃあ1位いきます。はい、せーの。なんで豚バラ攻めとつるしなんすか。なんでなんでなんで。いや、単純に恥ずかしい、ちょっと豚バラ攻めは。いや、どれも恥ずかしいんで、なんかその日常に返されちゃう、返されちゃうんですよね。それは恥辱のうちに入らないんです。入らないです。顔はやめな、ボディにしなって言ってたじゃないですか確かに、その三原純子さんも、うん、やっぱ顔じゃなくてボディにしてほしいんですよね。体もう脱いだら傷だらけで痛いみたいな。はあ、はあ、ただやっぱ顔はちょっとやめてほしい。うわ、なんで俺こんな真剣に考えたいや、でも結構当てたんじゃない。いや、当てた、2個当てたんだ、ね、ここ当てたのすごいっすよ。いや、ここはちょっと分かったわ、なんならマジっすかすげえ。結果的に言うと、うん、僕の方が純ちゃん当ててる感じね。当ててます、俺5個しか当ててないもん。確かに、確かに、5個当ててるでしょ。さあ、というわけでですね、はい、たくさんのボードゲームやってきましたけども、はい、やっぱ面白いね。いや、なんかね、テレビゲームもおもろいですけど、うん、アナログゲームもいいっすね、やっぱね。すごい楽しかったですね、うん、あったかい、なんか本当は大人数やりたかったもんね。確かにね、2人はまあ楽しいですけど、みんなでね、やれたらいいですね、うん、はい、徹夜でやりそうな感じですね。いや、もう全然時間過ぎちゃう、だって、はい、とんでもないぐらい押してるじゃないですか確かに、ね、もうめっちゃ押してます、今、ロケの時間、はい。というわけで、ボードゲームで遊んでみました。ありがとうございました。ありがとうございました。またやりたいですね。またやりたいね。